お父さんが19歳の時に試合で、うん、ちょっとロッテにいらっしゃった、うんうん、で次の年西武でしょに、うん、お前のミーティングは、うん、インコース投げたら、うん、全部振るから、うん、そう振らない方がいいよって言われた。まっすぐインサイドに変化球投げたら振るから、うん、ボール球でも振るから、うん、そうではカウント稼がれるじゃん。そういうミーティングしてるから、うん、だからインサイドの方は気をつけた方がいいよって言われた。使い方っていうかな、だから、うん、手首とか肘から先の使い方とか柔らかくて、ね、飛ばす力はね、使うとか、うん、こう使い方が上手だったね。600本ぐらいホームラン打たれてるかそうだから。